アサリせんべいとは、愛知県田原市の菓子造石が作る田原市のメーカー。イカとアサリと澱粉を主原料とする直径9から10センチメートルのせんべいである。アサリせんべい1989年に田原メーカーアサリせんべいを開発商品化後に様々なフレーバーが発売される。アサリせんべいは三河湾で採れたイカのすり身と澱粉に、 三河湾の名産であるアサリの茹で汁を加えて混ぜ、アサリのむき身を乗せてプレスしてできる和菓子である。アサリせんべいの包装紙は渡辺火山の一層百体である。田原市在住だった作家の杉浦民平が週刊朝日のグラビアページでお気に入りのおやつでビールのおつまみにするとして紹介している。1八十九年のふるさと創生事業の補助金制度により、 田原町商工会が募集していた、田原町村おこし事業推奨品へ応募するため、アサリを使って、郷土のお菓子を作ろうと思い立ち、三代目の関、吉則氏が開発し、同推奨品の第一期認定商品となった。アサリせんべい、アサリせんべいわかめ入り、アサリせんべい金んごま入り、アサリせんべい青のり入り、アサリせんべい青のりエビ、アサリ三昧、花せんべいなどがある。 年間売り上げ500枚田原のあさりせんべい台、ヒットリニューアル自然国へ、東日新聞2013年10月10日、週刊朝日1998年6月26日号、おやつ自慢第170回グラビアページ、郷土を代表する名家菓子像関、あさりせんべい東日新聞2003年11月3日。ありがとうございます。